グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。ペットのワンちゃんを放し飼いにしたいというご要望もありました。手前の穴を掘っている場所へポンプが設置されます。ワンちゃんが脱走しないように穴を掘った場所へポンプを取り付けます。今まで土だった場所へ土間コンクリートを打ちました。敷地の通路に合わせて特注のポンプを設置しました。ポンプの奥には土のまま残しているスペースが一部あります。ワンちゃんが走り回る範囲に土の部分を少し残してワンちゃんのトイレスペースにしました。門扉の奥に見える土の部分がワンちゃんのトイレスペースです。土の部分は深さ30センチ程度砂を入れて定期的に取り替えられるようにします。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。